今回は、飲食店を潰して、9000万円の借金を負ってしまった、一致の話を紹介するよ。Y が作った飲食店。9000万円の借金を抱えて倒産した。こんな時期に飲食を始めたのが悪いとはいえ、結構きつくてさ、家族や元従業員の前では弱音も吐けないし、ここくらいええよな。今の時期の飲食はきついよな。まさか感染症がここまで広まるとは思わなかったしな。でもちょっと決断早くないか？これからワクチンとか出てくるんやろ？確かに、もうちょっと耐えてもいいかも。お前らは経営したことがないからそういうことが言えるんだよ。もともと2店舗運営していて調子が良くてさ、さらに店舗数を増やそうとしていた時にこれだよ。店を開けれる時間も短くなったし、客もかなり少なくなったんだ。まあそうやろな。Y も宅飲みしかしなくなったわ。Y はニートだから前からこもってるで。まあなんとか経営を続けてたんだけど、今後の計算をしてみたんだよ。そしたら当初、俺が予想していたより、売上が 70% 近く低くなる予想にしかならなかった。そしたら経費をいくら切り詰めても赤字になるに決まってんだろ。もともと、別の店の黒で溜まっていた資金も、どんどん減っていくばっかりや。それまで黒だった店も、このまま続けていても、前年より 50% 減くらいになる予定で、もう続ければ続けるほど赤と分かってて、お前らは続けろって言うんか？しょうがなかったんだよ。助成金とか活用してなんとかならんのか？ならんだろ。休業してもちょっともらえるだけだっけ？新しく建てた店だけ潰したの？それとも全部？全部の店を閉めて倒産したよ。倒産した時はマジで終わったと思ったし、太いロープを探そうかとも思った。倒産か。このまま続けていったら従業員に払うお金もなくなるしな。借金しないと取引もできなくなる。倒産が周りにとっても一番良い選択だと思ったんだよ。倒産した時の状況は？借金9000万、全店潰れて、妻子あり。マジで最悪な状況だった。従業員から批判されたりはしたのか？批判はなかったな。状況が状況で、むしろ同情された。でも最初の店を開いてからついてきてくれていた奴もいたから、自分的にはショックだったよ。家族同然だったしな。わえ？そうなのか。なんか聞いててかわいそうになってきた。わいも会社が潰れかけてクビになりかけてるから、他人事じゃないな。家族がいるのに倒産って大丈夫なのか？まあ大丈夫じゃないよ、正直。でも早めに倒産しないともっと大変なことになると思ったんだ。飲食店の経営者仲間が何人かいるけど、無理やり経営を続けて、俺よりひどい状況になってひいふいってる。まあ感染症なんていつ終わるかわからないし、誰が正しかったのかはまだわからないけどさ。俺はもう、これで良かったと思ってるんだ。家族も納得してくれてる。ええ嫁さんやな。まあ経営者の家族やしな。それなりの覚悟はあるんだろ。知らんけど。状況はちゃんと家族に説明した。子供はわからんけど嫁はわかってくれたと思ってる。でもさすがに弱音は吐けないんだよな。マジで辛いわ。毒を吐ける場所が難しいって悲しいな。でもなんかその気持ちわかるわ。一致の気が済むまで愚痴を書いていってくれ。ありがとな。とりあえずこれからも、倒産したってのは付きまとうことになるけど、仕方ないと思ってる。実際、倒産したのは事実だしな。もう経営はしないのか？普通の会社員として生きるのか？いや、いつかまた経営はしたいと思ってる。そういう人生を歩んできたしな。でも今は家族のために金を稼がないとな。それに感染症にまだ終わりが見えないからさ。そんな夢みたいなことばっかり言ってられないやろ。どうあれ、これ流行る前はうまくいってたのか？黒字で、店を増やそうとしてたくらいだからな。うまくいってたと思う。コロちゃんを憎んでる？憎いといえば憎いけど、これもまあしょうがないなと思ってる。何があるかわからんのがこの世界だからな。でも倒産は後悔してない。このタイミングで潰すしかなかったと思ってる。ずっとずるずる経営を続けても終わっていくだけやと思ったんや。それについて、家族や元従業員は何も俺に文句を言わないんだけどさ。外野から、まだやれただろって言われるのがちょっときつい。売上の見通しとか計算して本当に無理だと思ったんだよ。俺だって店を続けられるなら続けたいと思ってたよ。その気持ちは俺が一番強かったと思ってる。でもいろいろなことを考えた結果、やっぱり倒産が最善に思えたんだ。なんか深いな。そっか、一致がそう思うのならそうなんだと思うぞ。悪い、俺経営とか全然わからんわ。コロちゃんが収束してから一致の答えが出るんだろうな。まあでも確かに一致が言うように、まだ1年くらいはグダグダしそうやな。だろうな。全然収まる気がしない。そしたらやっぱり一致の判断が正しかったってことか。逃げるのは勇気がいることやで。それができる一致は立派や。数年後に何もかも終わったら一致が再起できるといいな。頑張れよ。Y ニートだけど、一致を見てたら働こうかなと思い始めた。ニートってどこにでもいるよな。一致がどうなってるか気になるな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。
倒産寸前の会社で経理やってるけど何か質問ある？すれ立て初めてでドキドキ。テナントのサービス業。季節で売上変動があり、夏に売上が伸びて冬に売上下がる。ちなみに今月で退職する。優秀な人はいたけど辞めたってこと？入社当時から一緒にやってきた、現場のマネージャーたちはみんないなくなった。ただ、一人だけ自分より後に入った優秀な人がいるけど、本当にその人だけ、優秀な人が一人ではどうにもならないとよくわかる。今月ってことは来年から無職？そうです、自分は少し休む予定。晩飯何食った？仕事の休憩中にカップラーメン。テナントのサービス業？商業施設とかに入ってるサービス業ですね。すんません。クリーニング？すみません、違う。バランスシートは綺麗か？税理士事務所がコンサルもしてるけど、今後資金繰り悪くなるのに、売上改善方法を社長とずれた話するだけで、顧問料持ってかれてるのは若干ムカついてる。もう少し情報追加。退職願いは今年の1月に出して散々止められたけど、業界的に成熟していて社内にも優秀な人材全くおらず、離職率高いしもうダメだと思う。新卒で就職して10年勤めてる。10年勤めてる割には知識乏しいんだな。テナントのサービス業ってのが意味不明、商業施設？もっと意味不。とりあえず業種家や。地方都市の観光業に付随してる感じです。簿記何級？簿記受けたことない。会社入ってから全部習っていったから資格試験は受けてないんだよ。大学生だけどそこまでしてなんで働いてんの？生きることってそんなに重要なのかね？そろそろ就職について考えないといけないんだろうけど、人生の夏休み終えたら40年間奴隷として無限地獄を過ごすんだなぁと思うと、大学生のうちに丸んでおいた方が幸せなのかなって思う。まあ、一番は自身に成長する危機感がなかったかも。自身のキャリアアップと転職する考えが全くなかった。俺も総務だったが、6年で辞めちゃったな。あ、ここにいない方がいいし、痛くないって。中小で総務、経理っす。正直会社の将来性が全く見えない。退職する会社の悪口をネットで言いふらすやつが、次にまともな就職できるとも思えん。会社名出してないじゃん。言いふらしてるって言わないだろ。簿記は？簿記勉強してないからわからんのだよ。ただ税理士事務所の人と打ち合わせできるレベルだから仕事には困ってない。ちなみに経理の主要な人物が急に退職したら倒産の予兆だと、よくあるけど、あれ本当だと思う。現状、社内で倒産のことを考えてる人なんていないと思うし。なるほど。今簿記かじってるけど確かにそうだろうな。それは一理ある。簿記をやっておいて、会社の決算書と収容規則は網羅しといた方が良いと思う。会社の状況ってやっぱ大事、求人内容見るよりよっぽどこっち見た方が良い。心得た。ちなみに退職対象料とか財務諸表は一人で作れたりするもんなの？会計ソフトが全部やってくれる。そんで簡単な資金繰り予測はエクセル。本格的なのは税理士会議で毎月見てる感じ。倒産した会社に勤めてた経験のある人いますか？どんな感じになるのか予想もつかない。おそらく、3ヶ月後くらいに資金繰りがめちゃめちゃ悪くなって、銀行も融資をしてくれないはず。自分が働いてる間は、社長にキャッシュがあったからどうにかやってきたけど、今年になって業績の悪化が顕著で、本当に今後どうするのか想像もつかない。社長には税理士との会議で報告してるが、売上伸ばす機会はないし。経営者的な視点でその指示しかしないってことは、売上があればとりあえずのキャッシュフローは改善するから。銀行の融資もワンチャンあるかもしれない。もう一つは前受け金の勘定が多いサービスであれば、集められるだけ客から金集めて、サービス履行する前に倒産狙ってる。このあたりかもね。深いことわからないんだけど、直近の業績が悪いのに融資してくれることってあるの？詳細まで書けないからうまく説明できないんだけど、一旦、施設に売上預けてサイトで売上支払ってもらう商売だから、そういうことはできない感じです。なくはない。施設に売上預けてサイトから売上もらう。ここがわからんけど、EC モールや外部の予約サイト経由してるってことかな？黒字倒産もありえるな。ほんと説明ベタでごめん。売上預けて支払いサイトがまつまつってことです。業績はここ10年ずっと下がりっぱなし、その都度どうにか黒字にしてきたけど、次の3月は完全に赤字。しかも会社にキャッシュはない状態。ただ、社長自体は資産はそこそこあるからそれ担保に貸すのかな？存続させたいなら個人資産を持ち出すかもね。ただまともな経営者なら、赤字かさむ前に倒産させるけどな。その話が税理士スタッフ含めた監査で出ないのは、税理士スタッフがその話をしたくないからなのかな？社長を立てて波風立てること絶対しないんだよね。税理士のスタンスはわからんな。
ただ社長も決算書見れば十分ヤバいことくらいわかってるはずだから、もう決断してるんじゃね。きっとそうなんだろうね。何でも腹割って話すんだけど、やっぱり社長として不安でも口に出さない姿勢は突き通すタイプだし。ちな、自分のスペック。30前半。職歴は新卒で今の会社のみ、職務は総務、経理、在庫管理、輸入取引。英語はメールなど文章は問題ない。中小企業で裏方業務は本当に何でもやってきたけど、唯一営業はやったことがないからな。転職活動するとしても、そういう系は自信ないからどうしようかなって感じです。具体的にやってることが全くようわからんからアドバイスしようもないわ。地方都市の観光業に付随とかなおさらいミス。ほなさいなら。地方で観光客メインに商売している感じです。いわゆる贅沢品扱いの感じで中間層がいなくなっちゃって。客数は目減りしてる感じ。売上伸ばしても資金化できない、というオチの可能性。支払いサイトはまつまつだからそうでもないよ。顧客は一般消費者か。そうです、観光客がメイン。社内の人間関係は問題ないと思ってる。ただここまで先行きの見えない業績はやっぱり不安しかない。社長の社長としての姿勢は結構尊敬してる。でも雇用条件は決して良くないね。何が失敗だと思う？これはワンマン社長によくあることだけど、社員に責任を追求するけど自由を与えず、成長がなかったことかな。割と役職あっても全員ヒラみたいなもんでもある。キャッシュフロー計算書作ってみ。作ってる。来年の2月にショートするって予測も会議で出てる。円満退社できるの？自分は会社が資金で逼迫する直前だから大丈夫。破産じゃなくて民事再生かもよ。中小企業が民事再生した場合、どんな感じになるのかの想像がつかない。ちなみに取引先の関係ある人たちには、まだ退職すること伝えてなくて。年賀状もあるし、いつまでに言えばよいのか。赤字がやばいわけじゃないんだけどね。話聞いてる限り、設備投資もないし、10年減収であれば先はあんま見込めないな。そうそう、業績の目処が立たずついに赤字で。来期も見込みがないし、会社に現金ないしって感じ。ちなみ去年機械を買って設備投資したのに業績上がらず、減価償却がすごくて、それも損益が悪い要因。転職2回したことあるけど、営業初心者歓迎は使い捨てだからやめときな。単純に総務経理で探せばよいのでは。そうしてみる。でも事務職って給与安いよね。本当に何でもやってきたから、そこが浅くて深いわけではなくて、転職って何を売り込めるのかよくわかんないんだよね。なんで他のやつは退職しないの？離職率やばい。給与高くて残ってるのは総じてやばい人ばっか。最初のスレの一致のように、潔く潰すのもありなのかな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。勤めてた会社倒産したことあるやついる？地方の零細工場なんだけど、管理職が一気に辞めてるんだがこれやばい？大丈夫大丈夫。本部がなくなったことならある。似たようなことは何度かある。まだ仕事自体はたくさんあるんだけど、下っ端以外どんどん辞めてる。単純に社長と反り合わなくなっただけか？経理がいなくなったらやばい。マネーショートしてないならなんとかなる。新卒で勤めてたところが倒産してた。親会社から解散命じられて終わったことはある。仕事中に寝作してる無能息子の代になって終わった。倒産経験したことある奴らは、ある日突然終わりですって告げられたの？前もって説明とかあった？うちは、誰にも言っちゃダメよ、って説明があった。そういうところもあるのか。経理とか営業が辞めてくと結構やばいと思う。管理職は何とも言えんけど、多分なばかり管理職って扱いだったとか、なんかあったんだろうと思う。工場長とか製造部長とかが辞めたからまだセーフか？ちなみにこんな状況なら即時転職をするべき。検討でも明日からでもないぞ。今日今すぐ転職しろって意味だぞ。気がつかなかっただけで大概ブラックだったのか、うちの会社。俺の辞めたとこは軒並み潰れたり吸収されてたりしてる。たまたまだよな。お前何歳で給与いくら？30代前半年収500万。かつての勤務先で自分の給料が半年分出てなくて、社外の支払いもヤバそうな雰囲気だったにもかかわらず何年も持ってたわ。内心潰れてくれないかなってずっと思っていた。結構もらってんな。月残業50時間くらいしてるし、夜勤もあるから。新卒で入った職場が入社したら5月で廃業って言われたことはある。そんなんなら入社する前に連絡してくれよ。やっぱそんな感じなのか？一応転職先探しとくか。倒産したから業務引き継いで会社を起こした。従業員が勤め先の経理破綻の兆候を簡単に察知する方法は実はない。旗から見れば明らかに異常なんだけど、中にいると正常性バイアスが働くから。確かに人は辞めてんなぁと思うけど、それでも経営状況は普通かな？って思っちゃう。会社というかグループのボーリング場が潰れた。トップがギリ県だし、何の実績もないバイトを1年経たずに正社員にしたり、
バイト以下の仕事しかしないババアに、手取り24万も出してたらそら潰れるわな。ただまあ結果として経営破綻しなくても、管理部門の管理職が自主退職したら、まず100万確定だな。ないな。でも辞めて半年以内にほとんどのとこが潰れてる。まだ残ってるとこはガラッと変わってる。リースの観葉植物とかが消えるとガチ。一瞬クリスマスのやつ想像して笑った。新品仕入れできなくなり、中古品の扱い買い取り販売始めたり、畑違いの安い商品の販売始めたら潰れる段階。はぁ、辛い。会社が潰れるときって、やっぱり経理が辞めたらヤバいんか？引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。閉店、倒産を経験したやつにしかわからないこと、凄まじい虚無感、こじれる人間関係、見つからない転職先。申し訳ない、御社を潰したのは私です。失業保険すぐもらえる。お客さんの、残念だねの声が突き刺さる。かわいそす。取引先が倒産したときは切なかったわ。その前日まであれこれいろいろな話してた担当の人が、突然連絡取れなくなるんや。銀行に行くのが怖くなる。YGA、恐れる。集金先に行ったら社長が夜逃げしたみたいなのはあったわ。事務所のドアに弁護士からの簡単な通知だけ貼ってあるの。誰も守ってくれないからな。そういう意味では社畜とはいえ守られているってのはメリット。そんな悠長なもんちゃうやろ。不渡り出しやがって我みたいな電話鳴りまくりで。潰れても癖で出勤してしまう。危うくなってからようやく、今までニコニコしてきてたあの人が、金の亡者だったと気がつく。誰も来ない会社に上司と二人きりという、あの独特な感覚。払えないもろもろの金、消えていく同僚。全然客入ってなかった飯屋が1ヶ月くらいで潰れたのが、見てて切なかった。店閉める前に、親族と思われる人たちを店に招待しているのを見て、胸が痛くなった。潰れるの早すぎ。ええ判断やろ。見込みないならダメージ大きくなる前に。虚しさの極み、閉店セール。こういう時に、経理と人事からいなくなるのはガチだった。たとえ小さくても、人を雇わずにやりくりしていた奴は負けが込まない。社員はおらんの？いつものように会社行ったら建物閉まってて、謎の張り紙貼ってあったみたいな。従業員がみんな集まって張り紙の前で途方に暮れてたな。こういうの、自分は大丈夫だと思っていると。閉店ガラガラ。焼きそば電気屋のコピペまだか。イカコピペ。小さい頃新聞に織り込まれた広告を見ると、近所にできた電気屋さんの開店セールのチラシが入っていた。そのチラシには、開店記念、ホットプレートで作った焼きそばを無料配布、の文字が。焼きそばが大好きだった俺は、ただで焼きそばが食べられるのかとワクワクしながら弟と一緒に電気屋の前まで行ったが、電気屋の近くまで来た時に目にした光景は、閑散とした客誰一人としていない店頭で、一生懸命呼び込みをしながら、焼きそばを小さなホットプレートで焼き続ける電気店主夫婦。子供の目にもあまりにも寂しい雰囲気だったので、焼きそばください、と店の前まで行く勇気が湧かず、弟と一緒に遠巻きに電気屋を見て、そのままそそくさと帰宅した。それから月日は経ち電気屋はなくなった。失敗するなら若いうちってのは本当の本当。倒産の見極めみたいなのあったら教えてくれ。Y の会社ヤバいかもしれん。経理に聞く。業績で察するんやで。給料が振り込まれなくなって、売上からバイト代が支払われるようになる。一日の売上では当然足りないから3回に分けて。閉店を案内した後のどうしてよいかわからない期間。いるのも地獄、逃げたくても契約の関係で逃げれない地獄。Y のパッパの会社倒産した時に、いろんな奴らの人間性が見えた。全員が負ける。人を食い物にしても心の痛まない、クソ野郎がのさばり続ける。人頃流行ったリーダー論を真似しても無理。あれは本を売るためか、でなければクソリーダーの良心を作るのを期待してるもの。ほんとこれ。この世界生きる価値ないのではみたいな中二的哲学が頭を巡る。自分の経営してる会社や店ならともかく、勤めてるとこ潰れても金銭以外で別にダメージないやろ。バイト募集の張り紙がいつの間にか剥がされてて、あ、察しってなったわ。どんどん商品なくなってくコンビニ寂しかったんごねえ。辞めれる時に止めれるやつ言うのう。辞めきれないやつ雪だるま。きちんと畳んだつもりだけど、夢でうなされる時がある。若いうちにやるもんじゃない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。家族にニートいるやつってどうなん？ 28 歳のニートがおるんやが、こいつどうなんの？ 4 年以上もうニートやでこいつ。飯食うときしか現れないからいないものとされてる。うちはニートと発達障丸2人いるぞ。24歳ニート Y の末路か？お前も実家出ろよ。てめえの親に聞けよクソニート。いやー、Y のことじゃなくてこいつの今後について考えたい。涙拭けよ。よく言われるのが30歳までならセーフらしい。勤め人からすると朝まで深夜アニメを爆音で流すのはきつい。ただ自室でゲームやってるだけやわ。
ツイッター監視してるんやがフォロワー全員ブロ返し始めてるみたいでビビっとる。やけに詳しいな。二度もバックれて仕事辞めてんだよね。ニートは社会の被害者。温かく見守らなあかん。絶対に見下すなよ。同情はしても見下しはしないわ。ただどうしたらいいのこいつって感じ。てか今月で29歳やったわ。わいやん。何も言われないんか？言われる。自分で何とかしようにも、クズだから甘えてまう。ずっと親父が家にいるときはグロかったな。一致の自己紹介か。ハロワイケよ。親が仕事をしろと20前半の頃言ってたけど、暴れてどうしようもなかったんを。家族からすれば仕事しないことより家に四六時中いることが苦痛だわ。飯食うときしか部屋から出てこないからほとんど存在しないようなもんやで。いない体でも無理があるわ。どういう状況であれストレスはたまる。考え方とかでどうにかなるものじゃなかった。大物 YouTuber になればええやん。中学校の時から配信者に憧れはあったみたいや。ついこの前までは YouTube に動画アップしてるのこっそり見てたんやが、最近全部消し始めてなんかあったのか心配やわ。ワイが元ニート。どうやって復帰したんや。さっさとくたばれば家族も楽やで。いつからニートやってるのかわからん。ワイが高校の頃からすでに引きこもってた気がするわ。工場勤務バックれたワイに適職はないで。家族はスコか。思い切って家族から離れて生活保護もらうとかできんのかな。義母以外は好きやで。できんね。やっぱおっちゃ嫌いなもんなんか。どうやら父親のことは嫌いみたいなんやけども、覚えはないけど恨まれてたら嫌やな。一致子同じちゃうよな。ワイはウサギ子や。ちゃんと自立してたか、すまんな。自立ってか、奨学金で一人暮らししてるだけの大学院生や。働く気がないニートと引きこもりはいくらでも叩いていいと思うわ。ネットの関係なんて寿命短いもんだろ。どうでもいい。そうなんかな。見たところ3年くらいは交流持ってたんだよな。ソシャゲで2年交流あったかあったが、ソシャゲ辞めるついでに赤消ししたで。俺ニートしてたよ。社会復帰して結婚もする。えらい。よう相手も見つけたなと。ちなみにどういったきっかけで復帰できたん。結婚って30歳前後までにせなあかんし、そのためには定職についてしばらく働かなあかんし、そう考えると大卒後ニートできる期間って2年ぐらいしかないんよな。ほんまそうやな。ワイは500万くらい奨学金抱えてスタートやし。ワイ38歳、ニートですらない。何年選手や？一度も働いたことないんか？施設警備あればええやん。給料低いし夜勤もあるけど、仕事的には楽だぞ。ね、カフェバイトどうや？厄介なのは見えっ張りでプライド高いんだよな。部屋に東大の過去問あった時はビビったわ。バイトとかする気もあんのかな？親はニート2人飼ってるんか？ワイではないけど一時期ガチで2人おったぜ。ワイも適正ありや。ちな母親の口癖は育て方を間違えたやで。兄貴が30歳の空白6年ニートだけど働く気さらさらさらないわ。将来ワイが養わなあかんの？生活保護もらうにもまず家族が養えるか聞かれるんやろ？世帯分離しておいて養うの断れば生子送りにできるで。頼れる兄貴が欲しかったんを。生活保護受けるに決まってるよね。親が丸んで何もなく生活保護もらうルートなら心配いらない気はするけど、絶対なんか起こるやろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は親の金でポケカを買ってしまったニートの一致の話を紹介するよ。ニートは27歳。親の金でポケカ買ってブチギレ。ちょっと聞いてくれるか。ワイは27歳のニートなんやけどさ、昔からカードを集めるのが好きなんや。それで数日前にパッパが置いたまま忘れてたのか、机の上に1000円が放置されててさ、その金でポケカ買ったらめちゃくちゃブチギレされたんだけど、なんでや。机の上に雑に置いてあったんだし、ワイの金でいいよな。それ、泥棒だから。家族でも勝手に金を持っていくのはどうかと思うぞ。ニートってだけでも親不孝なのに、窃盗は草。しかも買ったのがポケカって。ピカチュウとか可愛いんごね。前に一度マッマが机に金を置いていった時は、バレずにそのまま使えたんだけどな。なんでパッパは気づくんだよ。千円札が8枚くらい置いてあって、数枚抜いただけなんだから気づかずにいて欲しかったんを。そや気づくって。マッマが抜けてただけやろ。パッパの反応が普通やで。なんだよ、初犯じゃないのか、犯罪者。ポケカくらい働いて買えばいいだろ。ニートって書いたやろ。働く気がないからニートしてんだよ。それくらいわかれよな。ニートなのは知ってるよ。だから働けって書いてるんだろ。やっぱりニートって知能が低いな。仕方ないだろ。一日中、特に考えることもないんやし。ニートになると、そういうのが怖いよな。で、金はちゃんと返したのか？返せるわけないだろ。そもそも金を持ってたらその金でポケカ買ってたと思うし、
今までにも何度か親の金でカード買ったことがあるんだけどさ、いいのが出なくて切れて、家で機嫌悪くしてたらマッマに怒られたこともある。ニートして一日中ダラダラしてるくせに、なんで機嫌が悪いんだってな。いいカードでなかったんだから、そりゃ機嫌くらい悪くなるだろ。親のが正論。クソニートだな。そのうち追い出されるで。マジレスすると借りた金は家族のものであってもちゃんと返した方がいいと思う。でもイッチは借りたとは思ってなさそう。っていうか、親も甘くない？怒るだけだから調子に乗るんだよ。追い出すくらいはあってもいいよな。親も諦めてるんだろ。Y は大卒でさ、3年から一応は就活したけどどこにも内定をもらえなかったからな。あ、1箇所だけもらえたんやけど、調べてみたらブラックすぎて辞退した。それからバイトや派遣くらいやれって言われたけど、ずっと無視し続けてきたんを。親不幸すぎて。こういうのって、どうにもならんのか？働きもせずに27歳がボケ方楽しんでると思うと、恐怖しかないんだが。こういうのが子供だと最悪だよな。金を吸われ続けるだけだし。まだカブトムシ買った方が有意義だと思う。わい、もうすぐ結婚するんやけど、子供を作るのが怖くなってきたわ。嫁？それ妄想やで。ニートって人間だけしかおらんのかな？猿とか他の動物はどうなんやろ？それちょっと気になるな。サボり癖があるのは人間だけなのか？でも他の動物でも群れに馴染めない奴はいそう。動物だと群れに馴染めない奴は丸主かないやろな。じゃあニートも丸主かないな。なんかワイのこと無視してない？イッチは早く父親に謝ってこい。で、日雇いかなんかで盗んだ金を返せ。盗んだ気はなかったんだが。バレなかったらそのまま借りパクのつもりだったろ？盗んでないならなんなんだよ。もらったつもりだったんを。机の上に置いてあった札は落としたとは言わないし、それをもらうのはおかしいって。なんでニートは窃盗が犯罪だってわかんないんだ？困惑。まあでもイッチとレスしてると、就職できない理由がわかる気がするよな。それにこんな奴が会社に来たらイライラしてワイガが丸字化しそう。くさ。まあ一定数は社会復帰しない方が良い奴もいるからな。そのためのナマポだろ。税金使うのもったいないし丸んだ方がいいよやっぱり。ニートの強制労働施設が必要やな。感染症のワクチンの治験でもさせておけばよくね。なんかパッパにカード売って金返せって言われたんやが、売っても元の値段よりは安くなるし、なんでワイのコレクションを手放さなきゃいけないんだよ。仕方ないだろ。何がコレクションだよ。さっさと売って少しでも金返せ。サラ金で金借りて返せよ。人の金を盗んでおいて、せや、すれたてや、はおかしいよな。盗んだ感覚がないんだろ。親しき中に持っているやろ。集めるのに結構苦労したんだよ。親がお金をどこかに置いておく機会なんてなかなかないしな。そういう問題じゃなくて草。狙ってんじゃねえよ。こういうやつ、マジでムカつくわ。自販機の金でも漁ってろよ。親がいなくなったらどうする気やろうな。そのうち、外で誰かが置いた金か財布を盗んで、マジで警察に捕まりそう。おまわりさん、こいつです。親の金でも盗みは盗みだぞ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。生活保護受けて一人暮らししたいんやが、無知すぎて何から始めたらいいんかわからんから、一から教えてくれ。ちな糖質で手帳は半年前に申請してるけどまだもらえへんくて、バイトは一日で辞めてまう22歳のガチニートや。無知すぎない？一人暮らししてからで直せ。だからその一人暮らしをするにはどうしたらええんやって聞いてるんや。窃盗を数回繰り返したら保護されるんやない？生活保護もらえても実家暮らしできるなら、実家暮らしさせられるんやないかな。Y の場合誰かに見られてる気がする的な糖質やから、誰もいない一人暮らしじゃないとダメで通用すると思うんや。一人暮らしするにも親から金銭的な支援は受けられるよね。お帰りください。親がいればナマポは無理や。何他人の銭を当たり前にもらおうとしとんのや。親ととことん話し合いかす。親が援助しないって言ったらいけるって知ってるからな。どっちみち親が丸んだらナマポ受けなあかんねんから、今知っといて損はないやろ。おっやしか一致を保護なんてしないぞ。共産党の市議に相談すればもらえるってネットで見た。税民に相談とか何考えてんだ？最低限のことするには最低限に来ちゃいかなって。おっやに一致を生活させることのできる程度の資産があれば、ナマポもらえないぞ。多分それすらないから聞いてんねんで。多分、予想やそれすらない想像で通る世界じゃないんだよな。金が空から降ってくるとでも思ってんの？糖質じゃなくて頭が足りないだけ。っていうか、税民が生活保護受けろ言うから調べて聞いてんのに、なんで否定的なんや？ナマポとか贅沢な国だよな。残飯食わすくらいで十分やろ。実際残飯くらいしか用意されてないけど。ガチで糖質なやつって、すれ立てて質問とかできるもんなのか？そらもう薬のおかげよ。それがないとネットもまともにできん。なら薬飲んで働きなさいな。
ニートでもスネかじりでもいいが引きこも生とはあかん。おとなしく働いてろ。働けんかったから違う方法を模索してるんや。薬をもらって大丈夫なら大丈夫やろ。っていうのが国と世間や。ワイも四角二級やが普通に働いてるぞ。四角二級って何種レベルか？メガネさえあれば大丈夫だから普通に働いてるんやで。失明してるわけではないがメガネないとあるけん。はい。すっごい大変そう。コナミ。音声で会話できてるなら問題ないやろ。発達でも働いてるやついるし、一致でも余裕余裕。何が余裕なんや。その言葉を信じて大恥かいた。若いから働けるよ。たった一つの職場で結論を出すのは早すぎる。いろいろやってみないと。精神科医の就労不可能と書かれた診断書と障害者手帳があれば申請は通るが、保護決定の判定は自治体によりけり。最低限住居がないとあかんやで。まあまず手帳いるよな。いつもらえるんやろ。一致糖質なん。手帳あったって、精神障害の種類次第で社会復帰率に差はあるやろ。まあ手帳もらいに行くってことは普通の人としての尊厳を捨てるみたいなもんだからな。抵抗あるのもしゃあないか。抵抗とかそんなもんない。手帳は一社で診断書もらって役所行って申請しないともらえないぞ。Y のところは役所で書類もらって書いたら医者が後の処理は全部やってくれた。親元で暮らせ、無駄な税金を使うな。保護受けられてもまだ可能性あるやつのとこにはガンガン訪問来るし、ガンガン就職活動させられるで。正直なマポって十分な暮らしができるほどもらえるんか？贅沢はせえへんから、とにかく一人暮らしさせてや。月9万で一人暮らしなんてできるんか？家代、食費だけでほとんど吹っ飛びそう。どんな家住もうとしてんねん。見た感じ安いところでも3万円くらいからやで。そっから食費や電気代取られたら何もできへんのとちゃうか？さすがに自動的にもらえるものではないはず。証明写真も入れなきゃならんし。手続きどうなんやろな。後々も面倒くさそう。一致糖質やっけ？身体と精神じゃ支障きたす部分が違うしな。集中力皆無とかじゃ仕事にならんのは事実かもしれん。ワイこう見えてガチの無能やから、社会に貢献できることなんかなんもない。一日で辞めるとか何考えてんねん。結局一致の病気のどういう症状を苦にして働けないって結論に至ったんや。高齢者増えすぎで生ともらう人間多くなったから、若いとそれだけでもらえない可能性高いよ。人の下につけないなら、人の上に立てばええんやないの？ワイも生ポ欲しいんやが。ちな18歳。一緒にもらおうや。頑張ろうで。大学行こうよ。公立落ちたんは。ホームレスで障害者なら受けれるんかな？普通のリーマン並みの生活には届かなくても、最低限のことは満たせそうではある。ワイも若い時は住むとこぐらいタダでよこせや、思っとったわ、甘い。一致の場合普通に五体満足だから、肉体労働系の単純労働を勧められると思う。よろがりすぎて肉体労働とかまともにできひん。普段寝たきりのクソ雑魚や。生活保護は国の制度やから断られても粘れば最終的にはもらえる。ただ親族に一致が生活保護もらってるよ通知が届く。その場合、身内が縁切らない限り厳しそうだよな。生活保護ってそんな簡単に通るもんじゃないでしょ。でも一度通ったら天国やん。というより今すぐ欲しいわけじゃなくて将来的に欲しいだけなんよ。まあもらえるなら今すぐにでも欲しいねんけど。世間から見られたとき恥ずかしくないん？煽り抜きで。っていうか、一致今一人暮らししてないんやろ？家出るから援助しろとかそんな甘えたこと通るわけねえだろ。一致絶対糖質直す気なさそう。むしろ生ポ受給のステータスくらいに思ってそう。生ポはステータスじゃないぞ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。朗報2本、月10万あれば生活できる。家賃5万、食費2万、通信費1万、光熱費1万、雑費1万、生きるの余裕やんけ。年収120万あればいいってことか。せやな。貯金120万あれば1年ニートできる。フリーターも余裕ちゃうか？生きるだけだろ。病気にかかったら終わり。雑費。税金は？手取り10万やな。それで本当にしばらく生活してからええ。確かに生きるだけならできるな。食費1日700円未満とか、頭おかしなるで。そうか？朝は大して食わんやろ。家賃5万ってどこ？都内なら7万やぞ。八王子やぞ。一日一箱で良いからタバコ吸いたいんやけど、タバコ込みで月10万でも生活できんかな？一応雑費1万や。実家に住めば余裕。税金保険いろいろ含めて13万はいる。税金そんな高いんか？額面13万やな。フリーターでも10万ってことはないだろ。税金引いて10万だろ。手取りで？学生まではそう思ってたわ。何があったんや？つまり生活保護で十分ってことやな。つまらなそうや。メンマ2万が入ってないやん。税金と保険で4万くらい取られるわ。生きるため。仕方なかった。年金払えんやん。東京だったらコンビニでも18万は稼げるだろ。マジ？シフトどんだけ入ってんねん。実際生子で十分生きれるわ。
フリーターなら国庫払わんとあかんから無理やで。フリーターって税金高いん？国庫が高い。僕お母さんの小遣いの7万円だけで一人暮らししてるけど、何の不自由もありませんです。ラーメン食いに出かけたりピザ頼んだりもしてますし、毎月1万分くらい余計なもの買ってます。家賃とか払えてるか？払えてますです。3万以下の物件で済ます。月10万円で田舎暮らしとか読みますわ。老後のこと一切考えなければいけるな。年金とかなんか免除すればええやん。他を切り詰める割には家賃高すぎやろ。3万くらいにしとけ。一応都内の設定のつもりや。年金だけで月1万、6000円取られるんだが。国庫も年金も払えんやんけ。手取り25万で適当に金使っても毎月10万ずつ貯金できてるから、月15万あれば生活できる。家賃いくら？内訳知りたい。家賃6万5000円、光熱費1万、5000円くらい。通信費1万、残り6万が食費と飲み会と本やら何かに使われてるのかな。はい？ 15 万でも意外といけるんやな。手取り15万必要だから、住宅手当て込みで20万くらい稼げばええな。手取り10万だと考えて使わないとあかんな。正直家賃だけよな、問題は。実家に住めば5万くらいでいける。一致は働いたことあるんか？健康保険、年金、雇用保険、住民税、所得税が苦しめるで。すまんご、ニートや。国民年金は月に1万なんやけど。年金高すぎんか？万が一のアクシデントの時対応できん。税金ってそんな高いんか？ビビったわ。メンマおじさん来とる？家賃ゼロ、食費ゼロ、光熱費ゼロ、通信費1000、保険3000、雑費1000、実家なら5000円あればいけるやん、神。保険いらんしスマホは家の Wi-Fi 使えや。文化的な生活は無理。15万あれば税金含めてなんとかなるやろ。低収入の時点で女なんて無理なんやし、実家に住んだ方がええわな。でもさでもさ、そんな娯楽のない人生で楽しいん？ネットが娯楽や。娯楽がネットなら都内住む意味ないやんけ。田舎で家賃節約した方がええやろ。まあせやな。都内の方が賃金高いと思ったけど家賃考えたら意味ないか。低収入で一人暮らしする意味がわからん。親がね。世間体以前の問題やん。ちょっと何言っとるかわからん。年金払わないといけない。低収入やから免除申請できると思うけど、貯金なしでジジババになって働けなくなったら詰むな。それこそ生活保護でええがな。ワイナマポヤが実際何も不自由しとらんからな。3万自由に使えるし。ワイもそれで PS4 やスイッチ買ったりしたしな。結局実家最強ですれ落ちるぞこれ。2億円くらい振り込まれてアホになって生きてえな。都内でも端の端なら5万もかからんし、地方なら 2DK 住めるし。最低賃金で一人暮らしするなら家賃的に地方都市がいいんだろうな。貯蓄ないと部屋の更新とかで困るよな。一人暮らし考えてるんやが風呂トイレ同じってやめた方がええか？家賃ぐっと下がるけど。なれる。浮いた金で何できるか考えて選ぶとよい。食費2万ってワイは耐えれんわ。食費は節約できるけど、ワイは無趣味じゃないから趣味に使える金がないのはきついな。あれこれ考えてる暇があるなら働けよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ぶっちゃけニートってなんで働かないんやろうか。なぜなのや？無能は家で寝ていた方がいいから。なんで無能は家で寝てた方が社会のためになると思うんや？特に理由はなく責めてへんけども気になったんや。夏休みの宿題やらない感覚と同じやと思うで。なんでその感覚と似てるんや？ニートって完璧主義だから仕事しないと思ってる。引きこもるよりは週3回コンビニバイトでも行ってた方がマシだろうに。プライドが高いからそれができないんやろ。もし、今から平均並みの企業の正社員にいきなりなれるって条件ならなると思ってる。ワイニートだけど、それは間違ってる。対人が無理で引きこもってるから、いくら条件が良くても働く気はない。ソースはワイ。こういうのもまあいるよな。ワイがいた。なんで一部のニートは完璧主義になってしまうんやろうか。完璧とまではいかなくてもプライドが高いんやと思うわ。だから、自分より年下で有能な上司の下で働けないんやと思う。学生時代はそれなりの成績だった奴もいるからな。なんでニートになるとプライドが高くなってしまうんやろうか。逆になんで働くんや。なんでだと思う？金がないんやないかな。なんで金がないと働くと思うんや。もうニートよりお前が面倒い。なんで面倒いんや。働きたくていろいろチャレンジしたけど無理やった。またやろうとしたけど医者に止められた。それでニート。どんなチャレンジをしてみたんや。経済的に支援してくれる親だったり、それに準ずる存在が身近にいて、働かんでも衣食住脅かされることがないからやろ。なんで脅かされない環境にいるからニートになるんや。逆に脅かされない環境にいて働いているものとどう違うんや。何もしなくても生命を脅かされへん状態やと何もせえへん人も一定数出てくる思うで。で脅かされないのに働く人ってのは、人間は社会的な生き物やから。
社会に入ってちゃんと自分のポジションを確立したいだったり、自立心が強くてちゃんと自分の価値を高めて金を稼いで暮らしたいって人もおるからやね。なんで一定数出てくるんや？働かなくても生きていけるなら働かないわ。なんで働かなくても生きていける環境やと働かない選択を取るんや？普通に金出してくれる人がいて働きたくないからやろ。誰に金出してもらってるんや？親やろ。親が一切金も飯も出さなくて追い出されたら働くやつは多いと思うで。なんでそう生きれるんや？無能すぎて働くことができない、働く気力が起きない、働くのが怖い、実家が金持ちで働く必要がない、こんぐらい。なんで働く気力がなくて怖くなるんや？ただ羅列しただけで、働く気力が起きないのと働くのが怖いは別の要素やぞ。わいは完璧主義やないで。じゃあ何主義なんや？週に2回バイトすれば親に小遣いせびらなくて済むのに。週2でバイトするとなんでええんや？自宅警備で忙しいんや。ニートで一人暮らしおるか？生活できてるなんて羨ましすぎるわ。一人暮らしかはわからんけど無理停泊所生活してる。俺みたいに交通警備か新聞配達みたいなバイトしか受からんニートはニートするしかないやろ。なんでそれしか受からんと思うんや？いや思うも何も実際何度も受けてきてその二つしか受からなかったからや。一致みたいに自分で考える力ないからニートになるんちゃうか？なんで Y が自分で考えられないと言い切れるんや？ニート期間あったがマジで頭おかしくなるよな。バイトが一番精神的には楽やと思う。なんで長期的にニートを続けると頭がおかしくなってしまうのやろうか？必死みたいになるって言ってんだよ。まずは自分の心配しろよ。Y が別のスレで仕事できてない話した時、仕事にとらわれすぎ、仕事が全てじゃないって言われたから、いろんな意見があるんやな。一致？いる？諦めたらいけないよ。ニートなんてないさ、ニートなんて嘘さ。一日2時間とかなら働けるわ。結局、一致はニートなのか？ニートって結構たくさんいるから、理由なんて人によって違うよな。働けるのにニートしてるやつもいるし、働けなくてニートのやつもいる。実家暮らしで、実家が太いニートは最強だと思うわ。こんなところで聞くよりニートに聞いてこい。あれ？一致消えた？諦めたか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は両親に説教されて爆食するも、財布を忘れていたニートの一致の話を紹介するよ。ニートは32歳。両親に説教され爆食するも財布を忘れる。終わった。ファミレスで爆食して気づいたら財布を忘れてたんご。マジで積んだ。両親を呼ばれてめちゃくちゃ怒られた。なんでニートが外食に行ったの？財布持たないって確信犯だろ。だいたい財布を持っててもニートだから所持金なくない？金がないのに爆食。金はあったんだよ財布にな。爆食した理由は両親との喧嘩や。親と喧嘩して爆食したのに、爆食で親が召喚されたってこと？笑た。親的には笑えない。きっかけは向こうなんだよ。あっちが Y に働けってうるさかったんや。それでいつもなら、はいはいって答えてたんだけどさ、もう嫌になって、うるせえなってつい言い返したんだよ。スポンサーに言い返すとか重罪。これはエッチが悪いな。マジか。やらかしたな。Y もニートだけど親に逆らうとか怖くてできんわ。それな。言ったものはもうしょうがないだろ。そしたら親がめちゃくちゃ怒ってて、のつけようがなくなったんや。いつもならパッパが怒るんやけど、マッマがめちゃくちゃキレてた。で、なんかもうイライラして外に出てやけ食いしようと思ったんだよ。ちなみに金はちゃんとあったんだ。結構前から貯金してた金が入った財布を持って行こうとして忘れただけでな。喧嘩して出て行く先がファミレスしかないとかかわいそうなやつだな。喧嘩して出て行った後、また親を呼ばれるって恥ずかしくない？ねえ、今、どういう気持ち？どういう気持ちなの？みっともなくてくさ。集大さらすなや。ニートの恥。ニートが恥。誰が面白く言えと。それにしても本当にみっともないよな。親はちゃんと来てくれたんか？ワイは食べてる最中は財布があると思い込んでたんだよ。だから好きなメニューをどんどん頼んでがっつり食うでってなってたんや。それで、食べて、会計してからどっか行くかと思ったら、財布がないことに気づいたんやで。マジで真っ青だったわ。で、どうしたらいいのかわからずにしばらく席でじっとしてたんや。普通は財布を持ってるかどうか確認してから出かけるよな。確認不足やな。親に怒られてイライラしてたんだよ。財布はカバンに入れたと思ったけど入ってなかったんや。店に入ってから確認するだろ普通。言い訳すんな。ニートって記憶力もないの？ ADHD 入ってんじゃないの？で、店に無銭飲食って言われたと？そろそろ夫取りに帰ろうとしたら店員に見つかったんを。連れがいるって言ったけど一人で来たのがバレてて、財布を忘れて取りに帰るって言ったけど信じてもらえなかったんや。怪しすぎてくさ。無銭飲食するやつは大体そういう。テンプレみたいに怪しい回答。これはアウト。本当に取りに帰るつもりだったんだぞ。
それで結局、身内の連絡先はあって聞かれてマッマが怒り狂ってやってきたんを、まあ店の人の前ではそこまで怒ってなかったけど店を出てから雷が落ちたんや、で、ワイはしばらく部屋から出るの禁止、外に出ろ、働けって言ったり、どっちなんだよ、なあ、どっちなんや、コンビニすら行くなって言うしさ、一応、最近面倒だけどゴミ出しを手伝ってたんやが、それも行くなって言われたんを、親を呼ばれる前にファミレスでバイトすることにすればよかったのに、あ、それ以前にいとも辞めれるし、親にも怒られなかったはずだろ。さ、ファミレスなんかでワイは働けん。それより外出禁止がきついな。どうせどこにも行ってないくせに。ニートが行く場所なんてないだろ。夜に散歩に行ったりコンビニに行ったりくらいはあるだろ。出て行けって言われるのも苦痛やけどずっと家にいろって言われるのも苦痛なんだよ。強制されるのがきつい。マジで無理や。助けてくれメンス。まず何時をやめろ。話はそれからだ。それいいな。こういうの、マジで社会に必要ないと思う。ADHD なんかがあっても働いてるやつは働いてるんだぞ。そりゃ外で人様に迷惑をかけたんだから外出禁止が妥当だよな。ずっと引きこもってろよクズ。なんで外出禁止になったかもあまり理解してなさそうだよな。仕方ない。長年ニートしてると頭が退化するから。恐ろしい。リッチって何歳？32歳やな。この年でこの思考力。子供がいてもおかしくない年じゃね。俺は一致と同じ年だけどもう幼稚園の息子がいるぞ。うわぁ。孫の顔が見えないとかじゃなく犯罪者になるか心配しなきゃいけない一致の親が不幸すぎる。孫の顔とか絶対無理だと分かって一致に言わないだろうな。こういう話をしてると一般人とニートの差が歴然とするな。そのまま家で生涯を終えればよくね。親がいなくなってからが本番。生子に頼るんじゃねえぞ。喧嘩した後、親召喚はマジで草。